豆キュン。ありがとうございます。少年探偵、少年探偵、ありえない。世紀の名画泥棒ルパンジュニア、果たして彼を止めることはできるのか。こうなっていたはずなのに。くーよーし、少年探偵ジュン、これからは全面対決だ。あれを、よしよし、見てろよジュン。ジューン、手紙よ。誰からだろう。少年探偵ジュン、ボッティチェリのヴィーナスの誕生、そしてプリマベーラを知っているな。だが今夜を最後に誰もこの絵を見ることができなくなるだろう。止められるものなら止めてみろ。パンジュニア。ジュン、何が見られなくなるの？ボッティチェリのヴィーナスの誕生とプリマヴェーラ。ボッティチェリはルネサンス時代に活動したイタリア生まれの画家だ。フィレンツェの教会やローマのシスティーナ礼拝堂の宗教画を描き、神話を元にした絵も多いんだ。ヴィーナスの誕生、ギリシャ神話を元に描いた素晴らしい絵だよ。ところどころでキラキラと光っている部分は金を利用して描いたって言われているんだ。金、そうなのね。ヴィーナスをよく見てみると首は長すぎるし、すごくなで型だろ。そうね。ボッティチェリは実際の人の体を正確に描くよりももっと優雅で美しく見えるようにしようと考えて、わざとこんな風に描いたんだ。これはプリマヴェーラ。日本語で春という意味なんだ。ここにいるのがヴィーナスと花の女神フローラ。フローラの衣装や背景にはたくさんの花があるだろう。どれも細かく描き込まれていて、ちゃんと存在する本物の植物だとわかっているものもたくさんある。うわー。この作品は研究者によって様々な解釈がされていて、未だに多くの謎が残されているんだ。へえ、でもルパンジュニアはこの美しい絵をまた盗もうとしているのよね。ダメよ。ジュン、これらの絵はどこにあるの？今はイタリアのフィチー美術館に所蔵されているんだ。わかったわ。なら私たちもウフィツィ美術館へ出発。誰もいないみたいよ。きっと何か罠が仕掛けてあるとは思うんだけど、とりあえず入ってみよう。わかったわ。ちょっと待って、おかしいぞ。やっぱりね。みんな、レーザーを消してくれ。いいわ。そうよ。いいわ。やったー。いいわ。そうよ。いいわ。やったー。あそこだ。ボッティチェリの絵だ。ヴィーナスの誕生とプリマヴェーラ？うん。あ、ちょっと待って。この美術館では泥棒を退するためのセンサーが作動しているんだ。なるほどね。じゃあ、ルパンジュニアは一体どうやって絵を盗むつもりなのかしら。待っていたぞジュン。
うわぁ、動いちゃダメだ、チュー。やっ、はっ、よーく見ておくんだ。お前の目の前から絵が消えていくのをな。やぁ、ジューン、なんとかしてよ。みんな、ルパンジュニアが絵を盗めないようにロープを全部切るんだ。あ、いいよ。うわ、それ、あ、これでどうだ。そうそう。うわ、くそ。あのロープもついでに切っちゃって。それ、あ、これでどうだ。やった。ルパンだ、ルパンジュニアが現れたぞ。あそこだ、捕まえろ。登録してね。